わきわきわき森の都のカプセリストわきかいやまです。今日はですねギャグアニメ紹介したいと思います。まずはガキデカ死刑そしてダメオヤジ、さらにはマカロニほうれん草のガチャガチャ、結構マニアックですかね今回はガキデカ、ダメオヤジ、マカロニほうれん草のガチャを見てもらいましょう。どうぞ。まずはこれね、堀口産業コスモスの前身のガチャから出ています、ガキデカのミニ筆記用具、ね、ノートブックって書いてますけどね。ガキデカの口とが出していいですね。はい、堀口というロゴが入ってますね。まあ中は本当に普通の紙ね。で一緒に入っているのがこの鉛筆と消しゴム、さらに三角定規。まあお下劣のアニメでしたからね、これを持っていけば学校で許された、そんなアイテムなんでしょうかね。どうでしょうか。そして堀口産業時代のこちらはですね、ガキデカのフィギュア表情してます、ね、見分け方としては背中に H の文字が入っています。これが堀口ですね。ちょっと渋いガキデカです。このガキデカの手帳はね、当時からめちゃめちゃ持ってるんですね、はい、これコスモス時代になってからの、まあ、メモ帳が入っているガキデカの手帳。太陽プロの丸 C、 チャンピオンの丸 C だよね。コスモスロゴも入ってますけど、まあ、1978年ぐらいの品物ですかね、はい、これは当たりの玉でもらえたやつですね。ガキデカの手帳。続いてはダメオヤジです、ね、これがガキデカと同じシリーズのね、 H っていう刻印が入っている堀口産業時代、なんかアウトローでねキザっぽいダメオヤジですけどね。でこちらのちょっとこう原作に近いような感じの造形が後ろにねきちっとねコスモスって入ってますよ。コスモスって入ってますよね。当時ねこれだけねボコッと出てきて後ろにコスモスって書いてあって、コスモスくんっていうねオリジナルのキャラクターかなと思って、ずっとコスモスくんだコスモスくんだって言ってね、みんなに見せびらかしてました。後からダメ親父のサブキャラだったということが分かる。小学生の時は分かんなかったですよね。造形がいつこの他にも何個かあるんです。キテレツな造形で勢ぞろい、紺野産業から出したマカロニほうれん草の消しゴムですね。もともと持っていた消しゴムはちょっと色変わってますけど、これ当時にゲットした消しゴムで、何かなと思って大人になってくるところに、まあ、ほぼフルコンプで譲っていただきましたけども、いいですね表情がね全てね。この辺もなんかこのアニメの世界観が出ていいですよね。まあガキデカのその作風が好きで、マカロニほうれん草の方にですね色濃く投影したっていうようなのを何かで見ましたけどね、まあ、この系統はパタリロとかにですね、はい、結びつくとは思うんですが、いかがでしょうか、ね、いいですよね。それにしても味がある可愛らしい女性たちも見てもらいましょう。スッとしてね、なかなかスタイルがいいんですよね、はい、70年代後半から80年代前半までというところでしょうかね。懐かしい方には懐かしく、そうじゃない方は新鮮に映ったんではないでしょうか、今回はギャグアニメからガキデカ、ダメオヤジ、そしてマカロニほうれん草のガチャガチャを紹介しました。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしてます。それではまったねー。シキー。